今回は自身の印象に残った街を各大陸から一つずつ選んだランキングをお伝えする。第5位、ヨーロッパ、イタリア北東部ベネチア。アドリア海のラグーンに浮かぶ100を超える島で構成された水の都ベネチア。ご覧の通り水上に浮かぶ島に町が築かれた世界的な観光都市である。ヨーロッパの町はどこも似たようなものだと思っていたが、ベネチアだけは違った。これほどまでに水に囲まれた暮らしをしている町は珍しいだろう。道路と車が存在しないこの町には毛細血管のような細い路地が張り巡らされ、地図なしで目的地に到達することは困難を極める。しかし迷いながら歩き回るのがこの町の楽しみ方だ。目に入るもの一つ一つにファンタジーを感じる。この街を歩く時の BGM は水の星に愛を込めて、もしくはドラクエ5の大海原へがおすすめだ。高潮の時期には街が水に浸かることもある。このまま地球温暖化が進行し海面が上昇すれば、ベネチアは将来水中に沈んでしまうのではないかと言われている。展望から見る夕日に染まる赤い街並み、まさに絶景である。第4位、アジア、インド北部、ヒンドゥー教の聖地バラダシ。インドは好き嫌いが分かれる国だ。正直この街が好きかと言われると好きな街ではない。しかしなぜか印象的な街を思い浮かべるとバラナシが脳裏によぎる。もう行きたくないという意志の中に、もう一度行ってみたいという潜在意識が存在している。この街を一言で表すとカオス。細い路地には人間だけではなく犬、猿、牛がうろついている。気温40度を超える炎天下にさらされた動物の糞尿と生活ゴミが発する異臭と戦いながら街を散策する。ヒンドゥー教で牛は神の乗り物とされている神聖な生き物だ。この国で牛は慎重かつ丁寧に扱われている。ガンジス川はインドでは聖地のような存在であり、インド各地から多くの人々が沐浴に訪れる。河川敷では子供たちがクリケットを楽しんでいる。少年野球みたいなものだ。ガンジス川の汚染レベルは深刻だ。川上の農村地帯では下水処理が適切に行われていないため、生活排水が直で川に流れている。またゴミ収集が定期的に行われていない地域では川に直接ゴミが投げ込まれたりしているためだ。ガンジス川の洗濯、むしろ汚れているのではないかと心配になる。長渕剛のガンジスの歌詞はこの街を結構忠実に再現していることが分かった。バラナシ、もう行きたくない、でもちょっと行ってみたい、不思議な街である。第3位、南米ペルー、インカ帝国の首都クスコ。標高3400メートル、アンデス山脈の山中にある町クスコ。クスコとはインカ帝国の時代の言葉でへそという意味の通り、インカ帝国の都として栄えた町だ。クスコは1532年、スペインの侵略者たちの手によって滅ぼされ、インカ帝国時代の風景はことごとく破壊されたが、町の基礎部分にはインカ時代のものも数多く残っている。
この十二角の石組みは髪の毛一本をも通すことなく積み上げられ、当時のインカの建築技術の高さを物語っている。マチュピチュの玄関口となっているこの町は、年間を通して世界中からの観光客で賑わっている。お土産屋も多く、インカ帝国時代のカラフルな生地を使ったペルーならではのものが多い。さまざまな人が行き交う町の中心アルマス広場。3400メートルという高地の照りつける太陽と、スペイン植民地時代に作られた大聖堂は見飽きることのない風景だ。インカ帝国、スペイン植民地、ペルーが歩んできた歴史が詰まったこの町は、いわば南米の京都と言っても過言ではない。ちなみにアルパカは日本でペットとして飼育が可能だ。運動できるぐらいのスペースを作ってあげることが望ましいとされている。第2位、中米カリブ海の島国、キューバの首都ハバナ。アメリカの経済制裁、友好国ソ連の衰退により発展から取り残され、キューバは革命から時が止まっていた。旧市街を歩けばスペイン植民地時代の老朽化した建物が立ち並んでいる。まさにリアルな日光江戸村みたいなものだ。16世紀この地はスペインの植民地となった。その後、米西戦争で勝利したアメリカの支援のもと独立を果たすも、待っていたのはアメリカの経済的な植民地支配であった。1959年、植民地支配に苦しむ国民のために立ち上がった革命家チェゲバラとカストロ兄弟によって革命が起きる。アメリカを追い出し、キューバは社会主義の道を歩むことになった。そして当時大国であったソ連との結びつきを強め、冷戦下ではソ連の核兵器を配備してアメリカに向ける、いわゆるキューバ危機が起こった。その影響もあり、アメリカとは今でも犬猿の仲だ。アメリカ植民地時代に持ち込まれた自動車博物館に並んでもおかしくない1950年代の自動車が現役で残っていることもこの町の大きな特徴だ。一見取り残されているように見えるが、キューバは教育水準が高く、識字率は 99% 以上、医療費も無料で、世界的に見て平均寿命が高く、世界からは明るい社会主義国家と呼ばれている。ハバナから数時間車で走れば、そこには美しいカリブ海がある。このバラデロというビーチは自身の世界の一周の中でもトップクラスに美しく穏やかな海だと記憶している。第1位、アフリカ西部コートジボワール、アビジャン。1893年にフランス領コートジボワールが成立後、植民地の首都としてフランスによって作られた町。現在は首都はヤムスクロに移ったが、コートジボワール経済の中心地として西アフリカを代表する大都市の一つである。西アフリカのニューヨークと呼ばれた町アビジャン、その中でも下町のエリア、トレッシュビルは多くの市民が生活している平和で穏やかな住宅街が立ち並ぶ。決して裕福とは言えないが、この町の人々の明るさはずば抜けていた。昼間大人は働き、子供は町中を駆け回る。夜になると近所の人々が集まり、街頭に置いてあるテレビをみんなで見るという、まさにオールウェイズ三丁目の夕日の世界である。この町を選んだ一番の理由は子供だ。散歩中に子供の集団に出くわすと一瞬で取り囲まれる。カメラ片手に歩き回るアジア人を見ることは珍しい。カメラを向けると子供たちは元気いっぱいに踊り出す。路上での撮影会兼即席上映会の始まりだ。カメラの小さなスクリーンに映る自分の姿を見つめる笑顔の子供たちは美しかった。子供が国の未来を表すのであれば、この国の未来は間違いなく明るい。そしてそうなってほしいと願っている。アビジャンは自身の中でも生きているうちに必ずもう一度行きたい街として記憶に刻まれた。あー、コートジボワール行きたくなってきたな。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。